皆さんますます楽しんでいきましょう。乾杯。はい。上司の男性の方が読み解けた、今ここでこういう節したらやる気になるな、今こういうこと言ったらタブーなことだよなっていうことを気づきますよね。これが実はコミュニケーションメイクっていうのは僕商標に言ったんです。だから心理学とメイク、いろんなことを絡めてコミュニケーションメイクってやったんです。プライベートでそういう方のするメイクを見るとすっと分かります。結構ナチュラルで色物を使わない、スペースがすごくナチュラルで、あまりこう眉もはっきりと自然体が大好きというのが正体ですね。これナチュラルの裏だと思います。で、リンっていうのは、これクール。いや、先ほど言いましたように、ありがとうございます。ものすごくシャープに保としてます。で、エレガント、これツヤっていうんですけどね。ある部分、目タイプの方って目がすごくこう、ケロケロしてるのと、目にものすごくカラーものを入れたくなります。例えば、新しい斬新な色が、まあ、出るとすると、その色のカラーラインをわざわざ入れたい。これ私、そんなもん入れてるんですよ、みたいなことを見せたくなる。営業用のメイクを今日は耳タイプの社長さんにお会いするんですね。はい、わかりました。そしたら耳タイプが敷かれる目タイプのメイクになります。こういうふうなことをお知らせするのがコミュニケーションメイクです。彼氏なりタイプって分かったら彼氏に敷かれるメイクを教えます。これは最先端ですよね。わかりますか。まず今日のセミナー楽しかったでしょ、ためになったでしょ、最先端でしょ。ということで3つのタイプの方にまず来ていただきましたでしょうか。もうすぐに行きなさい、迷わずに行きなさい、振り向かずそのまま行きなさい。メイクアップアーティストだったりグランディングアドバイザーということをやっています。